行くわよ。賑やかな秋を彩る秋華たち、秋華賞の舞台で美しく花を咲かせるのは誰だ。1番人気はもちろんこの子ウォッカ、3番人気はこの子です、エルコンドルパサー。対抗するのはダイオスカーレット、真っ向勝負に注目だ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。ダイマスカーレットとタマモクロス、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ウォッカ、ダイマスカーレット快調に飛ばして行きます。先頭はダイワスカーレット、単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はアグネスターキオ、1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのはダイワスカーレット、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはアグネスターキオ、さらに2番、9番並んできた、少し離れてタマモクロス、14番並びかけてきた、内を回ります。4番その外並んでエルコンドルバサー、西のフラワー並んでくる、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身、集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。順位を振り返っていきます。現在1番手はダイワスカーレット、続いて私が1番、その後ろに9番、2番、4番手、差がなくタマモクロス、外を通りましてエルコンドルバサー、少し後ろから4番、そしてその外を回って14番、その外並んで西のフラワー、少し後ろから13番、その内並んで3番、少し後ろからエアグルー、7番並びかけてきた、その内並んで1番、外を通りまして10番、第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。先頭は見合ったまま、このまま直線での争いになるのか。ダイワスカーレット前を狙っているぞ。400を切りました、ダイワスカーレット、ここで抜け出した。最終コーナー、先陣を切ったのはダイワスカーレット、リードを開いていく、ダイワスカーレット200を通過、ダイワスカーレット、突き放せ、逃げる、ダイワスカーレット、ダイワスカーレット足にも衰え、ダイワスカーレット、1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮し、レースを制した。秋の京都に上降臨、ダイワスカーレット、見事に秋華賞を制した。2着アグネスタキオン、3着はウォッカ。やっぱり私が1番なんだから。